道路特定財源制度。道路特定財源制度とは、自動車の利用者が道路の維持、整備費を負担する、受益者負担の原則に基づく、かつて存在した、日本の目的税、特定財源。2009年4月30日に、改正道路整備事業に係る、国の財政上の特別措置に関する法律が、成立したことにより2008年度限りで廃止された。 一般財源化された。なお分かりやすくするため、記述の一部等を省略、概略化、言い換え等している場合がある。道路特定財源制度は、受益者負担、利益を受ける者が費用を負担するの考え方に、基づき、道路の利用者、つまり、自動車の所有者やその燃料を使用した人が、道路の建設、維持費用を負担する制度ある。財源には、ガソリン税や、 自動車重量税などが当てられた。道路整備5カ年計画。現在は他の分野と一本化と合わせ、道路の集中整備に貢献してきた。幹線道路の中央分離帯等に、この道路はガソリン税で作られていますといった巨大看板がある。道路特定財源の仕組みの大元は、諸外国の制度を参考に、田中角栄らの議員立法で作られた。 戦後の復興が進み高度経済成長の足がかりをつかもうとしていた1950年代、ワトキンスレポート、1956年の日本の道路は信じがたいほどに悪いに象徴される、貧困な状況にあった道路を迅速に整備する必要性があり、財源の確保が問題となった。1953年に衆議院議員、田中角栄らの議員立法により、 道路整備費の財源等に関する臨時措置法が作られ、揮発油税が道路特定財源となった。道法は1958年に道路整備緊急措置法に継承され、さらに道路整備緊急措置法は2003年に道路整備費の財源等の特例に関する法律に改体された。その後、1970年から始まる。 第6次道路整備5か年計画に約3000億円の財源不足が予想されたため自民党幹事長、当時の田中角栄が自動車新税構想を打ち上げ自動車重量税を創設した。自動車重量税は他の税と異なり法律上は特定財源であることを明示していないが制定時の国会審議において運用上特定財源とすることとされた。 自動車の取得、保有、利用、走行の各段階で課税される、など。石油ガス税、自動車重量税のうち一定部分は地方へ乗与されることになっている。なお、自動車重量税は厳密には道路特定財源ではない歴史の不死を参照。なお、自動車の保有に対して地方自治体から課せられる自動車税や軽自動車税は 一般財源であり、道路特定財源ではない。国、地方分合わせて5兆円以上の税収があり、その内訳は下記の通り、総道路投資のうち国費分は3兆4076億円であり、その概要は以下の通り。国費分についても2009年度からすべてが道路特定財源ではなく一般財源として使われている。大部分は、 道路の建設、整備に充てられるものの使徒は多岐にわたり、必ずしも自動車関連のみに支出されているわけではない。最近では、日本の地下鉄、モノレール、路面電車のインフラ整備や、連続立体交差事業、開かずの踏切の解消、幹線道路沿いの光ファイバーも整備、電線を地下に埋める、共同航行時、街づくり総合支援事業、街路樹の維持管理、DPF、 ディーゼル微粒子除去装置等の購入助成、高速道路の ETC レーン設置、ETC 車載キリース制度、購入助成、地下駐車場の建設、地下街の建設などにも首都が次第に拡大されている。道路や自動車と一見関係が薄いものも見られるが、道路混雑の緩和や安全性向上により、自動車ユーザーの利便性向上が期待できるからとされている。また、 本州四国連絡協講団の債務処理費にも自動車重量税から2003年度以降多額が充当されている。かつては国鉄の債務処理に充当する案もあったが、これは見送られている。こうした支出先の拡大に対する批判、抵抗も強い。例えば、2008年2月14日、衆議院予算委員会において、長妻明衆議院議員は、 地下鉄工事に対する支出を新事実として、アロマ器具とかとように私も驚いたんですけれどもと言い、政府を追求した。また、一部団体は道路以外への投資を批判し、道路のために集めた税金を別なものに使うのであれば、暫定税率を廃止すべきと主張している。国土交通省によれば、道路特定財源制度は合理性、公平性。 安定性に優れた制度であると表明している。自動車の使用量イコール道路の走行量に見合った燃料に対する課税、道路の損耗に見合った重量に対する課税など、負担と受益とが比較的わかりやすい。また、軽自動車は特に地方圏においてはもはや必需品とも、いえ、燃料は景気にあまり関係なく消費されるので、税収としても安定している。 さらに自動車取得税は購入の際に販売店を、自動車重量税は購入及び、車検の際に販売店や、車検業者を通じて納付するようになっており、徴収もしやすい。い一方、総工料及び重量は、消費者の収入とは無関係であり、消費税と同様に、低所得者により、大きな負担がかかり、フラットタックスであり、不平等という指摘がある。 本制度により、国道と言われた道路インフラストラクチャー整備が進み、ひいては日本の経済、社会の発展を支えたと評価されている。しかしながら、首都圏の高速道路整備が遅れたほか、道路整備が進んだ近年では、その必要性への疑問や重税感を訴える主張、固定化主現状にそぐわなくなっているので、抜本的改革が必要との主張も見られるようになっているほか、 小泉内閣が打ち出した正域なき構造改革で見直しの対象となったが見直しが完遂されることなく小泉政権は終了した。現在では一般財源化総合財源化などが議論されている。またガソリンの本体価格以外にガソリン税そのものにもさらに消費税が課税されているという二重課税問題については税金の二度取り等の批判がある。 道路特定財源については、暫定税率廃止の是非、本則税率の一般財源化、総合財源化の是非という二つの大きな論点がある。以下、暫定税率廃止の是非を中心に扱う。石油ガス税を除くほとんどの税目において、本則税率、本来の税率のおよそ2倍の暫定税率が適用されている。これは、 1973-1977年度の道路整備後可燃計画の財源不足に対応するために1974年度から2年間の暫定措置として実施された、既発油税、地方道路税、自動車取得税、自動車重量税の税率引上げ、経由引き取り税は1976年からが30年以上延長を重ねているものである。 以降道路整備5カ年計画が延長されるたびに若干の見直しを行いつつも暫定税率は租税特別措置法を期間延長改正により継続されてきたところであるガソリンスタンドで給油する際支払う代金100円のうち53.8円はガソリン税でありその内訳は25.1円分が暫定税率による加算上げ分 残りの約28.7円分が本則税率分ということになる。2008年3月末の暫定税率の期限が迫るにつれて何らかの形で利用者還元すべきとの議論が勢いを増した。一方、国土交通省からは必要な道路を作るという2007年の合意を根拠に65兆円という特定財源を 全部使い切る規模の道路整備計画案が提出された。財務省サイド等からは、消費税の増税が将来避けられない中、場当たり的に小出しに一般財源化するのではなく、財政再建にこそ充当すべきとの議論もあった。暫定税率の維持という点に限っては、両省の考えに違いは見られなかった。また、地方からは、 特定財源制度を堅持すべきとの意見が強く、また与党が地方で乾杯した第21回参議院、議員通常選挙の結果を受け、改革の影響が濃い地方への配慮が必要では、内科との空気大いに強まった。こうした攻防の中、結果として、一般財源化に対して、与党や地方からの慎重論が勢いを増し、2007年12月8日、 日本国政府与党の合意を見た。一般財源化を試みようとした昨年と情勢は一転し、福田康夫首相はこの問題については特に指導力を発揮しなかったと批判する向きもある。一方で地方に配慮を示したと評価する向きもあり、評価は分かれる。与党、自由民主党、公明党案の骨子氏は以下の通り、野党民主党は、揮発油税へ、 ガソリン税等の暫定税率を廃止し、本則税率分を完全に一般財源化、総合財源化すべきとの方針をまとめた。折からの原油価格高騰により、ガソリン価格が高騰しており国民生活に多大な影響を与えていることから、暫定税率を廃止して、ガソリンを値下げすることを目標に掲げたものである。ただし、暫定税率が廃止されると、国と、 地方分合わせて約2兆7千億円の税収減となる見込みであった。与党は暫定税率を廃止すると税収減により交通設備など国民生活に不可欠な道路工事まで不可能になり混乱が生じると批判している。地方自治体は財源問題から普段は意見の対立することの多い都市部と地方の自治体関係者が一致して 暫定税率の維持を求めている。全国市町村長の実に99%以上が維持を求める態度を示しており、地方6団体も揃って暫定税率を維持して新規道路建設を今後ともますます促進するよう求め、中野の区大規模な陳情団を組織して国土交通省道路局等へ押しかけるなど危機感をあらわにしている。地方では公共事業が 景気動向を左右するところも多く、暫定税率の廃止により、税収減と合わせて、道路建設工事が減少することによる雇用の減少も、さらなる地方の疲弊を促進するとの主張がなされいる。特に近年の公共事業激減の影響を受けてきた地方の建設業界は、経営体力の余剰がない状況であり、暫定税率の廃止による公共工事の急減が、 連鎖倒産を発生させかねないとして強い危機感を持っているところが多い。また、高速道路が未整備の県もあり、全国隅々まで高速道路等の幹線道路網をしっかりと建設し国土の均衡ある発展を目指すことこそが格差解消につながるのだという主張がなされている。特に県庁所在地の中で唯一高速道路の通っていない鳥取県や全通する 見込みのない東九州自動車道沿線の各地域、福岡県北九州市大分県、宮崎県鹿児島県加敷町の危機感は強く、高速道路という社会インフラがないと、企業誘致や地域医療の面でた地域に比べ大きなハンディを背負うこととなり、ますます中央との格差が拡大すると主張している。また、現行の課税は炭素に応じた課税ではなく、 税制中立でもないが、ある意味化石燃料への課税行為自体は、炭素税の課税効果と同じような役割を果たしている。税を引き下げることで需要を増やしてしまい、温暖化防止への取り組みに逆行することになるとの主張は、新古典派経済学の炭素税の経済理論に基づくものである。特定財源を一般財源化、総合財源化した場合は、CO 排出に対しては、 影響がないが、廃止した場合には、COO の排出量は増えてしまう。野党民主党は、暫定税率を廃止することを主張している。まず、物価値上がりに苦しむ国民のために、暫定税率を廃止して、ガソリン価格などを値下げする。その上で、残った本則税率分について、一般財源化、総合財源化し、各地方自治体の裁量で使える。 自主財源にする。このことによって、これまでのような中央集権的な補助金行政を一切取りやめ、各地方自治体が地域住民の意見を聞きながら、道路建設だけでなく、福祉、医療、教育等にも予算を使えるようになる。そういう意味ではこれまでの官僚主導の中央集権から国民、地域主権の地方文献への極めて大きな意味を持つ政策だとしてる。 暫定税率の廃止による地方自治体の税収減に対しては地方自治体が支払わされている国道等の国直轄事業負担金約60円や道路新規建設補助金自体を廃止することによる補助金地方負担約4500億円の廃止でほぼ減収分約1兆円の穴埋めができるとしている国の税収減への対応については カラオケセットの購入や道路完了の職場旅行等に代表される無駄な日や高コスト体質を打破すること等により全体の必要額を抑制した上で道路の必要性を精査して整備の順序付けをすること等により大幅に道路建設コストを抑えられるとしている政府案は2月末日に衆議院を通過したが野党側は衆議院で 強行採決が行われたと厳しく与党側を批判し、徹底審議を求める声を無視して、衆議院で強行採決するような与党の態度は、徹底審議を取り決めた先の議長圧旋を与党側から破棄するものであり、参議院での年度内採決に応じる必要はなくなったなどとして、ますます与党側への攻勢を強めている。参議院予算委員会では、与党側の予算委員長が職権で、 委員会を強行開催しようとするなど、強行突破を図ろうとする動きも見られ、混乱に拍車をかける結果となっている。なお、租税特措法改正案には、一部輸入品や中小企業関係についての減税措置を維持する暫定税率項目も盛り込まれている。ガソリン税関係の暫定税率項目とは逆に、この暫定税率項目が維持されないと、4月以降一部の 輸入品の価格が値上がりする可能性がある。これに対し、野党はガソリン税関係の暫定税率を撤廃する一方、一部輸入品や中小企業関係の税率を軽減している、暫定税率については継続することを主な内容とする対案を参議院に提出した。年度末を目前に控えた2008年3月28日、衆参両院議長立ち会いの下で、 税法年度末処理について協議が行われ、租税特別措置のうち、年度末に期限切れとなった場合に増税となる土地売買の登記関係を付詳は市場関係の非課税措置などの7項目について2008年5月末日まで現行の暫定税率を維持することとなった。このことによって道路特定財源以外の暫定税率、主に減税部分が多いは4月以降も、 期限まで継続されることとなり、国民生活の混乱は回避された。税法年度末処理についての格闘合意は以下の通りである。以上の合意の結果、道路特定財源関係の暫定税率に関しては、2008年3月31日をもって執行することとなった。2008年3月27日、民主党は小沢三原則を発表した。これと、 並行して、同日、福田首相は、道路関連法案、税制の取り扱いについて、以下の通り新たな提案を行った。記者の仮に野党との合意が得られない場合でも、2009年度から一般財源か総合財源をすると国民に約束しているということでいいか。との質問に対し、福田首相は、これがどういう状況にあろうと、 私が申し上げたことは守っていきたいと思っています。と答えた会見内容は政府インターネットテレビで確認できる。このため暫定税率問題に関かかわらず道路特定財源制度の廃止及び2009年度からの一般財源化が決定したとの見方があるが道路族議員の反対により実現しない可能性もあり福田総理大臣のリーダーシップが問われる情勢と なっている4月中旬より、与野党協議が始まっているが、特に暫定税率問題をめぐって、与野党間の主張には、隔たりが大きく、合意に達するのは、絶望的な情勢となっている。多くの地方自治体は、今年度の道路予算が、財源不足となり、道路予算を中心とした2008年度予算の、執行が保留されている状況である。 道路以外の一般予算の一部を削減し、削減分を道路の維持補修経費などに回している、自治体も多い。2008年4月1日午前0時をもって、ガソリン税等は値下げされる、本則税率に復帰することとなった。以下、値下げの時期別に見ていくこととする、は、値下げ幅を示す。暫定税率復活後のガソリン価格は、 ガソリン税が25.1円、リットル再増税し、レギュラーガソリンが約160円、リットルとなる見込みである。他に、経由引き取り税も17.1円、リットル再増税し、自動車取得税も再増税する。各大手マスメディアの世論調査では、ガソリン税関係についての質問がされており、暫定税率を廃止すべきとする回答が全体の 約70%を占め、暫定税率を維持すべき、無回答等とする答えを一貫して、大きく上回っている状況であり、郵政民営課時の国民の熱狂を思い出させる、結果となっている。このような熱狂的な情勢では、野党側は断固として、暫定税率の廃止による、ガソリン税等の値下げの高級化を実現させようとする、可能性が高い。野党側は。 国民の期待が大きい、この問題では安易に妥協しない。動かざることやまのごとしだなどと、あくまで暫定税率の廃止と、本則税率分の一般財源化、総合財源化を実現させる構えである。道路特定財源の一般財源化、総合財源化は、安倍政権にとって小泉政権から引き継いだ宿題の一つとなっていたが、参議院選挙を控え、 道路整備の未充足な地方への配慮から自民党が発財源化に難色を示していた。法改正の必要のない自動車重量税の一部の一般財源化、総合財源化が妥協点とも見られていた。これに対し2006年11月に塩崎康久官房長官は一旦は本丸とも言える既発輸税も含めた一般財源化、総合財源化を表明した。 結局、政府、与党は12月7日に2008年の通常国会で所要の法改正を行う方針で合意した。税収の全額を道路整備に充てる現行の仕組みを2008年度に見直し、道路整備費を上回る税収分を一般財源化、総合財源化する方針を明記。2008年度の高速道路通行料金引き下げの原資への重当も 検討項目に盛り込んだ。必要な道路は作ることが確認され、一般財源化反対派も歩行を収めた。2007年に作成される中期計画が次の焦点となる。以下、論拠を掲げるが、多様な立場からの主張を併記しているので、すべてが守備一貫したものではないことに注意。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。